これはね、のぼり。CR 探偵物語ののぼりです。いつも飾ってますよ。かっこいいね。もうね、見てるだけで元気もらえるんですよね。こっちの方には何かあったっけ。お、これはね、工藤ちゃんのミニ便箋だな。これは私の名刺でござる。はい。これはテレカだね。探偵物語のテレカ。はい。後ろの方には何があったっけ。これはね、2004年の下関で行われた時の松田優作展のスタンプだね。はい、飾ってます。別冊宝島。これは、頭の、工藤ちゃんハットだね。忠実にね、工藤ちゃんの帽子を再現した。初期と復刻版があるんだけど、これは初期バージョンの方ですね。はい、さっきのは M サイズ、こっちのは L サイズ。やっぱりマニアなら両方押さえないとね。これタグついてるから、ほとんど被ってないんじゃないかな。こちらの方は綺麗です。みんな優作気分に浸りたいんですよ。ねえ。でも被りたいけど被れない。レアなもんなんでね。大事に保管してます。こっちは何かな。アメちゃん。こちら2002年、広島パルコでの松田優作展のチラシ。向こう奥に見えますのは、下関大丸の松田優作展、2004年かな。アメちゃんも、アメちゃんどうしたん？こっちはね、こっちはブルース・リー先生のものが多いかな。あと太陽の塔だから万博関係とか。これはね、シック探偵物語キャンペーンっていうのは2000年頃にありまして、これでね、当たったんですよ。工藤ちゃんハット、ね、シックって書いてますね。はい、これもね、かぶれたいけどね、なんかちょっとかぶると劣化するのが嫌なんで、ずっと飾ってます。あとは何があるかな。ちょっと奥の方行きましょうか。これ CR 探偵物語のね、ミニパンフやね。あとは CD。 これ楽しいですよ。2枚ね。じゃーん、探偵物語の卓上パチンコでございます。工藤ちゃん、時々ね、スイッチ入れて遊んでます。遊んでますっていうか、見るだけなんだけどね、自動で動いてくれます。これは超お宝ですよ。松田優作さんの直筆サイン入りの色紙、それに、千社札が貼り付けております。この千社札が貼り付けてるサインっていうのは、色紙っていうのはね、珍しいんです。こちらにはジャックのテレカ。はい、最後には僕のお気に入りの工藤ちゃん T シャツ。夏になったら着るぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。